はい、こんにちは。こんにちは。小坂達也とユミリーヌの八百万の神火炎歴。はい、今日は先生、私の方からちょっと質問をしたいんですけれども、はい、で先生、この占いはいつぐらいから学び始めたんですか？あ、この占いですね、はい、まあ、大体12歳ぐらいかな。12歳？はい。私の記憶が正しければ、先生はもともとマーケティングのプロで、まあ、全国いろんな仕掛けをしてブームを作ったりされてましたよね、でそれからこうやり方よりもあり方ということで神道を学んで伝えていかれていた、でその中で占いって感じたことがなかったんですけど、なぜ12歳って。そこなんですよね、はい、まあ、元々ほら占い師の勉強をする人たちって誰かが作ったものを学んでるのが占い師の勉強でしょ、はい、じゃあそれを作った人って誰が作ったのっていうね、はい、でこれ全く違うんですよ、はい、で私の勉強っていうのは実はね12歳からやってるっていうのは内観っていうのをやってました、はい、内観。そう、この内観っていうのは何かっていうと、はい、自然の真理とは何なのか、はい、でつまりねいろんな悩み事や問題あるじゃないですか、はい、でもこの答えは全部自然の中にあるんだと、はい、いうことを実はもう12歳ぐらいの頃に私自身がもう考えてて、はい、そしてね、真理ね、自然の真理は何なんだっていうことをずっと探求してたわけですよ、はい、で実はそこから出た答えがこの占いに全部リンクする、だから私の講座に来ている人たちってどんな人が多い？占い師の先生多いですよ、ね、むちゃくちゃ多いでしょ、はい、でこの3年間でだいたい3万人ぐらいね、はい、全国から動員してやったんだけど、はい、そこに来ている人たちって占い師むちゃくちゃ多かったじゃないですか。結構多かったです、で私はねその時なんでかなっていうのを思ってたんだけど、改めてこの占いのね、本なんかを読むと、はい、そこには私が常頃言ってたことが全部書いてるんですよ、はい、ね、でつまりね私が言ってることを全部こと細かく分類ごとに分けて、そしてそこに当てはめた答えが占い師の学問なんです、はい、教科書、ね、でこの教科書に実は真理を整理整頓してちゃんとまとめたものがあった。で私が言ってるのはこの元の部分を常に言っていたので、占いの人たちって自分の鑑定にこうほら使えるじゃないですか。はい、でそうやっていっぱい来てたわけですよ。そうなんですね。そうなんですよね。ですから、はい、まあ占い師になろうとするとね、知識をずっと深めていくでしょ、はい、知識、はい、でも知識の奥には何があるかって知恵があるんです、つまり、ね、知恵を絞って知識が生まれるんです、はい、だから知識ばかりやると何が起きるかっていうとね、知識を知ってる人が偉いっていうふうになるわけですよ、はい、ですからねこの知識を知ってる人っていうのは、いいことだけじゃなくて悪いことまで学んでしまう、例えば怖いこととか、はい、ダメなこととか、ね、例えば、積極性じゃなくて消極性も学んでしまう、例えばねいろんなことを分かってなきゃやれない、はい、っていう風になっていくわけです、ロジックが、ね、だからねすごく分かってる人がお前それくらいでね、はい、やってるのかって言うじゃないですか、はい、それをやっていくとどんなことが起きるかっていうと、知識がね豊富な人が偉い、知識が豊富な人しかやれない、これを何という一神教と言うんです、なるほど、ね、ですからここには神道と占いのつながりって書いてるでしょ、はい、つまりね、この特別な人しかできないものっていうのはこれは一神教です、はい、でも我々日本人っていうのは矢をよろずの神と言って多神教でしょ、はい、だからみんなそれぞれのレベルがあって、それぞれで自由にやっていいんだ、これが生きる術なんです、はい、でだからもともと占いっていうのは生きる術、ね、それぞれには、ね、上下がいろいろある、はい、その中でどう生きていくかということを説いているのがこの占いであり、ね、まあ、もっと言うと占いというのは神道、つまり自然の真理が神道ですから、はい、だからこの自然の真理を読み取って知識にしたものが占いであって、はい、でその元は神道なんです。なるほど。そうだからこうイメージで言うと占いって今まで私はこう当てる当たらない、あの人当たるとか当たらないっていう、はい、イメージだったんですけど、今お話を聞くと、占いというのは当たるとかじゃなくって、今おっしゃったようにどうやったらうまくいくか、今生きていくためにどういうふうにしたらうまくいくかっていうのを導くことっていう、そうなんです。例えばね、あなたは3ヶ月後がんで死にますって言われたらどう、はい、ショックですよね、ショックでしょ、はい、でもこうやったらとあなたはね、がんで3ヶ月後大変なことになると、はい、だから今こういうことをやりなさいって言ったの、たらもうそれにしますよね。そうでしょ、ですからね未来を当てるって全く意味ないんです、じゃあ3ヶ月後にがんで亡くなるんだったら、じゃあがんで亡くならないために何をやったらいいのか、はい、つまりね未来を予測するよりもね自分があるべき未来、はい、ね、これを作るための努力を教えることなんです、つまりね人というのは努力の結果なんです、
全部ね、これブッダは縁起って言ってね、すべて縁によって起きてるんだ、この縁というのは努力なんですね、ですから基本的に苦労をする人ってどんな人かって、努力してない人です。努力してない人は後々苦労します。じゃあね、努力をねしてる人ってどんな人かっていうと、実はね、このもう一個手前があるんです、それは好きなことをやってない人なんです。好きなことをやってない、そう、好きなことをやってる人は努力を努力と言いません。それはわかります。そうでしょ、努力をしていることが楽しいんです。だから私なんかもそうで、学んでる、ずっと毎日学んでるんだけど、これって努力じゃないですか、でも私は楽しんでるでしょ、だからこれ努力と思ってないんですよ、だからね、楽しむことが大事、じゃあ楽しみってどうやっているかっていうと、実はね、好きなことをやれる人っていないんですよ、もっと言うと好きなことをやると努力しなきゃいけなくなるから、でだから大変になる、やってることが嫌いになる、で例えば楽しくないことでも好きになることができるんです、大切なことは好きになる力を持つってことです。好きになる力を持つ、そう、ですから例えばね、私もね、息子にまだ小学生の頃、1円玉を皿に入れて、こっちにね皿を置いて、これを箸でつまんでこっちに入れたら全部あげるから、やるって言ったらね、やらないって、どうして、だって1円、あ、じゃあこれ100円にしようか、じゃあやる、やるって言うんですね、じゃあ次の質問するか、でここにうんちをてんこ盛りに置いてます、これを手で掴んでこっちの壺に入れる、これやる、やらない、やらない、どうして、汚いから、そう、嫌だからでしょ、嫌だからやらない、ね、じゃあ嫌だから嫌いなんです、じゃあ行くよ、これを嫌じゃなくて好きにすればいいんですよね、じゃあ一つかみ10万円やる、どうしますか、ちょっとやるかもしれない、一つかみぐらい、ね、それはなぜかってお金を稼ぐことが好きだから、でじゃあ稼いだ後にいろんなものを買えるから、というふうに嫌いなことでも好きになるっていうのは自分の考え方一つなんです。そうですね、そう、だからそうやって好きになるという力を、ね、得ている人っていうのは、苦労もしないし努力もしない、でその努力も苦労も全てひっくるめて人生だと分かっている、そういう考え方や行動や言動やいろんなものをね、しっかりと読み解いて、そして学問にしてるのがこの占いなんです。なるほど、そうですから今ね、ほとんどの人はその学問を勉強してると思うんだけど、それはあくまでもあのいわゆる学びが深いだけで、でもこの奥に何があるかっていうと、思いの深さっていうのがあるんです、いくら学んでも、ね、いるじゃないですか、学んで卒業していく人、学んで終わって全く次に役に立たないって人いっぱいいるでしょ、これってただ学びをしてるだけ、でそれなぜね飽きるかって思いがないからです、だから思いの深さっていう、これはね、まあ、いや勉強では偉いんです、思いの深さって、これはまあ木でいうと根っこです、ね、上だけ知識っていうのは上だけですから、上だけやったって根っこがなければ倒れるでしょ、だからこの根っこっていうのはこれ思いの深さ、この思いの深さをどれだけ持っていくかっていうことが大事、だからもともと私っていうのは、そのね、占いをやりたいとかいうことじゃなくて、これやり方でしょ、でこの占いというのはもともと自然の真理を読み解いた答えである、この答えを使えばみんなが幸せになれる、こういうね、幸せになれるという思いがあるんです、つまり平和な世の中、愛で包まれるそういう世の中を作る、その答えがここに全部ある、だから、あ、この手法ですね、これは、この手法を使えば神道ね、もともと大切な人それぞれが知恵を持つそのきっかけになるなと思って、今答え合わせをしてるって感じ、答え合わせ、そう、分からないことを学ぶというよりも、自分の中で12歳からずっと真理をね追求してきた、その答え合わせをこの占いでやっていると、っていうようなことを今やってるんです。なるほど、はい、ですからね、ぜひね、あのこれね、私もね、これを学び出していろいろ気づいたことがあります。それは何かっていうと、日本はね、神道仏教儒教というこの3つのトライアングルの中に日本ってあるんですね、この3つを学ぶことを帝王学というふうに言います、ですからこのね3つをしっかり学んでいくと、このね占いでの中にある答えが神社の至るところにあったり、例えばね、色がほらカラフルな神社あるでしょ、あの使ってる色は全部この占いの中の五行の色だったりとか、で例えば、仏教の中にあるね、いろんな仏像とかあるでしょ、ああいうのも見たらこの占いの中に答えがあったりとか、もう全部つながってます、ですから本当に神道を学びたいと、ね、また神道を実践したいという人はこの占いをねしっかりと学んでいけば、そこに、ね、答えがありますから、で例えば神様の名前を覚えるとか、古事記の物語を覚えるとか、神社の名前やそこに祀れてる神様を覚えるとか、それを覚えてどうするの、自分がただ楽しいだけでしょ、それを学んだあなたが人生を豊かに
ね、できるかということがこれ大事なので、はい、あなたが人生を豊かにすればあなたの周りの人も影響を与えて豊かになります、はい、ぜひねそういう学びとしてこのね占いを皆様もね学んでみてはいかがでしょうか。ということでもしよかったら、はい、チャンネル登録グッドボタンコメントよろしくお願いします。日本のことを知りたいあなたのために日本の神様開運ブック好評発売中。